はい、お疲れ様です。よしお PC です。今日はこちらをお見せしたいと思います。AirTag 4 Pack ということで、AirTag はまあ忘れ物を良くする僕にはですね、必需品なんじゃないのかなと思って、ついね、この間のあのエキサイティングな Apple の発表会で iMac とか、まあ新しい M1 チップの iPad。ね、あの、M1 の iPad とかがね、あの、発表されていたんで、おーと思ったんですけど、一番気になったのは実はこれだったんですね。まあ、似たような商品が他のサードパーティーから出てるっていうことで、Apple がついにこれをって言っても、まあ、なんかいらないでしょって方もいらっしゃいましたが、僕はそのサードパーティーのは使ったことがなかったので気になっていました。まあ、4パックで1万、2000円ぐらいだったかな。買っちゃいましたね。じゃあ開けまーす。相変わらず。おしゃれな、まるでちょっとしたアクセサリーかのごとく、エアタグと。プリンテッドインチャイナって書いてありますね、こっちは。はい。なんかあの、喉痛い時のトローチみたいな。ちっちゃ。なんか思ったよりもちっちゃいですね。何ぐらい？イゴぐらいですか、これ。あの、ちょっと立派な、5番の碁石みたいな感じですね。まあ分かりやすいところで言うと100円ライター。どこにでもある !100 円ライター。こんな感じですか。まあちっちゃいですよね。ポケットの中にもスッともちろん入る。バッグとか財布とかの中にも当然入るでしょうと。じゃあ iPhone。これを剥がせばいいのかな？全然使い方がベリー。お、フィルムを剥がしたらピロピロリーンって音が鳴りました。あの、昔ながらの、あれですね。電池をこう、絶縁してるシートを剥がした。フィルムを剥がしてオンみたいな。で、まあこんな感じ。誰でもできますね、これ。エアタグの名称を決めろと。カメラ、ジャケット、バックパック、ハンドバッグ、ヘッドホン、鍵、財布、自転車?これつけといて、盗まれた時に探せるっていうパターン。あ、ちょっと面白いな。傘もいいですね、傘。じゃあ、まあ、とりあえず財布にしますね。このエアタグを Apple ID に登録続ける。なんかこんな感じになりました。おー。完了。あ、もうこれでいいんですね。こいつはもう財布になりました。じゃあこれを財布の中にスポット入れておくっていうか、これやっぱりなんか、裸で財布の中入れるのちょっと気が引けるな。ボコボコになるんだろうな。キラキラしていて、非常に可愛いは可愛いんで、なんか、これすら傷つけたくないって思わせられるところが、このアップルのブランドというか、なんかおしゃれなものを持ってるって気にさせられてるんでしょうけどね。まあこいつをじゃあ一個財布の中に入れると。なんか、4つ買ったんで、奥さんに、話して、相談して、こう、我が家のなくなっては困るもの。だから自転車いいですね、自転車。多分共有はできないと思うんですよね。これはもう僕のエアタグ、みたいな。奥さんのではないので、夫婦で共有してるものだと、まあちょっとややこしくなるのかな。まあちょっといろいろと考えてですね、エアタグの方を、いろんなものに入れていきたいと思います。何を貼ろうかな ?TR とかにこうやってペタッつって。これで、ライブハウスで楽器を忘れても大丈夫みたいな。こことか。ちょっと、機材にこれ貼ってあるのちょっと面白いな。ペタッつって。どんだけ忘れ物すんねん、みたいな。そうしたら、じゃあ、例えば、財布のね、車のちょっとこういうところにパッと置き忘れたと。まあ、当然中にエアタグが入ってるわけですよね。これを忘れた場合、どうなんの？やべえ、財布がねえぞと。財布がねえじゃんっていう時に、これの探すアプリで、ここに出てくるわけですよね。今探すってやったら、何ですかこれは。信号を探しています。別の場所に移動してみてください。どのぐらいの精度があるんですかね。財布がないぜってことで。お、なんか反応が変わったぞ。車の中にあるんですけど、離れると、あ、信号が弱い。なんか、
なんだろうな、このやらされてる感は。このやらされてる感は何だろう。お、左側、前方。あ、なるほど。明らかに車の中にあることは間違いなさそうですね。お、表示が変わった。ここ。いや、そうです。ここですよ。はははいちいち演出がかっこいいな。はい、なるほど。財布ゲット。使うかな、これ。ということで、エアタグ購入して3日ぐらいかかりましたけど手に入ったので、一応俺はエアタグを持ってるマンだっていうことをね、紹介しておきます。財布ごとマジでなくして、あの辺なんだけど見つかんなかったんだよなみたいなこともあるかもしれないんですけど、まあこれがもしかしたら俺のピンチを救う起死回生の一発になるかもしれないので、ちょっとレビューっぽいものをしてみました。ということで今回の動画は簡単ですが以上になります。僕もエアタグ、ああ落ちた、早速落ちた、ああもう傷ついた、早速エアタグユーザーになりましたよということで、もしよかったらまたよろしくお願いします。バイバイ。